ソーリーはアメリカ海軍の潜水艦、サーゴ級潜水艦の一隻。艦名はサンマカン氏の総称にちなんで命名された。西サンマ、サンマソーリーは1937年6月28日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1938年8月20日にジェームズ・ポール・キャスバリアンプ人によって命名浸水し、 1939年4月3日に、艦長、G.W. パターソンジュニア少佐の指揮下収益する。収益後ソーリーは、コネチカット州、ニューロンドンから、南は、メリーランド州、アナポリスまでの海域で、各種試験を行い、1939年4月後半に、ニューヨーク万国博覧会のために、ニューヨークを訪問した。5月中旬に、ソーリーは、 戦望教の試験を行い、その後成長巡航の準備を行う。巡航は6月26日から8月26日まで行われ、ニューファンドランドからベネズエラ、パナマ運河地帯を訪問、ニューイングランド南方に帰還した。9月にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に入居し、成長後のオーバーホールを行う。 オーバーホール及び最終を試み後、ソーリーは12月4日に西海岸へ向けて出航した。12月12日、パナマ運河を通過しその9日後カリフォルニア州サンディエゴで第6潜水戦隊第16分艦隊に加わった。維持作業及び訓練、水上艦艇に対しての標的艦としての支援で1940年3月を過ごす。 4月に出港、西へ向かい演習、第20次、フリートプロブレムに参加した。同演習は8段階の活動からなり、ハワイ海域での防御に対する攻撃及び、ある艦隊が他の部隊と合流する前に撃破するという内容であった。その後真珠湾を拠点としてソーリーは、ハワイ諸島から、西はミッドウェイ島までの海域で演習に従事し、9月に、 西海岸に帰還、オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に入居した。1941年3月から10月まで、新ン,ンとカリフォルニア州サンディエゴを拠点として、作戦活動に従事し、その後新たな母校であるフィリピンのカビテに向けて出航した。1941年6月1日に、第2潜水船隊第21分艦隊に配属されたソーリーは、 11月中旬にマニラ湾に到着した。この当時の艦長はジョンエル・バーン・サイド・ジュニア少佐だった。12月8日、ソーリーは最初の紹介でルソン島近海に向かった。マニラ湾を抜け押し寄せてくるであろう日本軍輸送船団を探し求めて北に向かった。しかし、非常の際の取り決めの不備と情報の不足は ソーリーの行動を一定しないものとした。ソーリーは、ビガンと、統計120度線を結ぶ南北の海域を、中心に紹介した後、スティングレイからの日本軍輸送船団に関する、情報に基づいて、リンガエン湾に急行した。12月22日の夜明け前、ソーリーは、サンフェルナンドに通じる湾の北口で紹介を行った。後、南に向かった。4時11分。 ソーリーは紹介中の駆逐艦朝風を発見し、4時24分に魚雷を発射。しかし、明らかに朝風の方角へ通過したにもかかわらず、爆発しなかった。2分後、新たな駆逐艦が出現し、ソーリーは、比較的水深の浅い海域で、回避運動を行った。しかし、投下された爆雷はソーリーから900メートル離れたところで爆発。 ソーリーは回避運動を行いながら、北西の方角に向かって退避し、日没後にサンフェルナンドとボリナオ岬の間にある湾に戻った。12月23日2時10分頃、ソーリーは駆逐艦に発見された。ソーリーは水深37メートルに先行し、駆逐艦はソーリーから200メートル離れた場所に爆雷を3発、ついで2発投下した。 ソーリーは爆雷攻撃から逃れることができた。爆雷攻撃は午後にも行われたが、ソーリーに損傷はなかった。12月24日には輸送船を発見したが、攻撃には至らなかった。夜になり、ソーリーは時間が敵艦2隻の間にいることに気づいた。ソーリーは闇に乗じてまんまと脱出したが、翌日夜に再び駆逐艦と遭遇して、 先行を余儀なくされ、水深37メートルに先行し爆雷攻撃を避けた。12月27日と28日の両日も駆逐艦と遭遇し、その度に充電を中止せざるを得なかった。1942年1月1日には、輸送船団を発見したが、またもや攻撃には至らなかった。1月8日、ソーリーは、 オランダ領東インド海域に進路を向けた。ソーリーは1月11日から12日にかけては、バシュラン海峡を紹介。この間に、タラカン島が日本軍に占領されたので、ソーリーはタラカンとダバオ間の交通路も紹介した。1月16日まで、タラカン島近海で紹介した後南に向かい、1月18日に赤道を越えた。1月19日、 ソーリーは日本軍がサンダカンなどを含む北、ボルネを制圧したその日にバリクパパンに寄港。燃料は補給されたものの食料の補給はなく、ソーリーは翌日追い出されるように出港。バリクパパンに通じる航路を紹介した。1月23日、日本軍がバリクパパンに上陸。上陸戦乱を妨害するため、連合軍水上部隊が出動した。 ソーリーはこれにこうしてマハカム川川口の北側に向かったが、翌1月24日、ソーリーは発見されて、戦団攻撃を行うことができなかった。日本軍のバリクッパパン占領後、ソーリーはウィリアム・岬近海で紹介した後、1月27日にジャワ島に進路を向けた。ソーリーはマドゥラ海峡を通過し、オランダ海軍巡視艇の護衛を受けた。 1>, 1月30日、ソーリーは53日間の行動を終えて、スラバヤに帰島した。2月9日、ソーリーは2回目の紹介で、ジャワ海、セレベス島方面に向かった。この日、日本軍はマカッサルを占領。ソーリーはバンダ海に進路を向けた。2月13日、ソーリーは、セレベス沿岸のカバエナ島とサラヤル島間の海域に到着し、そこから、 ロンボク海峡に至る海域を南西方向に3日間紹介。2月19日と20日、日本軍がバリ島に上陸し、ソーリーはその情報に基づいてロンボク海峡に急いだ。ほどなく、この紹介での最初の敵艦を発見。ソーリーは先行し、以後18時間もの間爆雷攻撃を回避し続けた。2月24日には、 輸送船団を発見したが、攻撃に失敗した。ソーリーは北向きに移動。2月26日から3月8日までは、カンゲアン島近海で紹介したが、この頃までには、日本軍は、スラバや、バタビアなど主要拠点を抑えて、ジャワ島全土の占領が目前に迫っていた。3月9日、ソーリーはオーストラリアに向かうよう指示された。 ソーリーのマーク14型魚雷は、この紹介では敵に損害を与えなかった。3月17日、ソーリーは38日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。4月28日、ソーリーは3回目の紹介で、セレベスト方面に向かったが、3日後に先行訓練を行った際に、 スリムを保つ後部タンクにひび割れが発見されたため、修理のため引き返した。修理完了後の5月7日に再度出撃。5月14日まで、ティモール島近海で紹介した後、5月16日以降は、フローレス海で、バンダ海とセレベス間の交通路を紹介した。5月18日、ソーリーは、ウオオに島沖で敵船を発見し、 魚雷を三本発射したが命中しなかった。ソ理リーはケンダリへの交通路遮断のため二日間、紹介した後、モルッカ海峡とグレートバウンド海峡を通過して、セレベス北部に移動。5月23日と24日には、マナド近海で紹介した。5月26日からは、セレベス海東部で紹介し、5月28日には、水蒸気母艦と商船に対して、 攻撃を行ったが成功しなかった。6月8日、ソーリーは再び、モルッカ海峡とグレートバウンド海峡を通過して、南に向かい、6月12日から14日までは、ケンダリ沖で、再度の紹介。6月15日、ソーリーはオーストラリアに進路を向け、ブトン海峡から、フローレス海、ティモール島沖と通過した。6月28日、 ソーリーは61日間の行動を終えて、フリーマントルに帰稿。艦長が、レナード・エス・メホワイニー・い少佐に変わった。チャールズ・エロックウッド少将この頃、アメリカ潜水艦が使用していたマーク14型魚雷に、命中しても爆発しない、目標手前で爆発する、不安定に構想するなど不具合が多発していた。フリーマントルに拠点を持つ、南西潜水艦部隊司令官。 チャールズ A ・ロックウッド少将は、不平を述べる潜水艦艦長をなだめつつ、兵器を司る海軍省兵備局に、しばしば抗議を行っていた。しかし、兵備局が、のらりくらりとかわして、相手にしないことに腹を立てた、ロックウッド少将は、6月20日から実戦用魚雷と魚毛を使用しての実験を行った。6月22日に、 最初の実験の結果を打電したが相手にされず、ロックウッド少将は二度目の実験を行った。7月2日、ソーリーは、この実験に参加するためアルバニーに向かった。7月18日、ソーリーは、漁網から800メートル離れたところから、高層振動10フィートに設定された魚雷を4本、発射。1本は漁網に穴を開けたものの、残り3本は、漁網の元を通過し、 21フィートの振度を構想していった。ロックウッド少将は、この結果を打電。電報を読んだ、合衆国艦隊司令長関係海軍作戦部長、アーネスト・キング大将は、ニューポートで、同様の実験をするよう命じ、やがて、ロックウッド少将の実験とほぼ同様の結果が出た。これを受けて、マーク14型魚雷の震度調整装置が改良され、 不安定に構想する問題は一応の解決を見た。7月23日、ソーリーは潜水母艦、ホーランドと共にオールバニーを出港し、7月25日にフリーマントルに帰島した。7月31日、ソーリーは4回目の紹介でフィリピン方面に向かった。8月6日にロンボク海峡を通過し、 いろいろとマニラ間の交通路を紹介しつつ8月16日までに紹介海,海域に到着。8月17日、ソーリーはアンブロン海峡とマンガリン湾を8月18日にはミンドロ島とコレヒドール島を結ぶ海域をそれぞれ偵察した。8月20日、ソーリーは敵輸送船団の予想ルート上に移動し、その翌日にはタンカーを発見して、 接近を試みた。その時点で、ソーリーは海岸線から8キロの地点を紹介していたが、結果的に移動することとなった。8月24日、ソーリーはマニラ湾港に向かい、6時45分にマストを発見したものの、檻からの大雨は目標を追い尽くした。9時52分に魚雷を2本発射し、もう2本の発射準備を整えたが、潜望鏡が揺れて、 発射の障害となった。9時54分に爆発音が聞こえ、目標のタンカーが5度にわたって振動しているのを見た。ソーリーは爆雷攻撃から逃れるべく、水深60メートルに逃げ、10時47分に、そのうちの一発がソーリーの資金で爆発。以後も11時50分と52分に2発の爆雷が爆発した。爆雷攻撃は午後も続き、 18時10分に至って、プロペラの動きが止まった。19時21分、ソーリーは3台の発動機を起動させて浮上し、充電を開始したものの、1時間後に駆逐艦に発見され再び先行。なんとか反撃をしのいだ。アメリカ側の記録では、この攻撃で、タンカー、音マ山丸を撃破したとする。次の日の夜、ソーリーは、 駆逐艦か水雷艇と思われる敵艦を発見。幸い攻撃されなかった。8月29日以降は悪天候に悩まされ、31日には病院船を発見。悪天候はソーリーが南に進路を向けた9月3日には収まった。9月7日、ソーリーはマカッサル近海で新たな紹介を開始。9月11日、ソーリーは 夜間浮上を紹介中に一隻の貨物船を発見。20時58分、ソーリーは目標に向けて、魚雷を3本発射。2分後、目標は爆発し前線を揺さぶった。上部構造物と船上の貨物は明るく照らされ、18分後に、目標は再度爆発して消えた。 この攻撃で特設航空機運搬艦艦島丸を撃沈した。9月17日に論北海峡を抜け、エクスマウス湾に寄港して余分な燃料を端気に移し替えた。9月23日、ソーリーは55日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。この後、ソーリーはソロモン諸島の戦いに参加することとなり、10月18日に フリーマントルを出港。シドニーを経由し、10月29日にブリスベンに到着した。10月31日、ソーリーは5回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。ニューブリテン近海で27日間の紹介期間中、ソーリーは27の接触を得て、少なくとも11月18日、22日、26日、 および12月13日に接触した4つの目標は明確に確認できた。紹介を通じて合計13本の魚雷を発射し、少なくとも1本は命中したものと考えられた。12月21日、ソーリーは51日間の行動を終えて真珠湾に帰島。本土に開港され、12月29日にメアーアイランド。 海軍造船所に到着。オーバーホールに入った。オーバーホール期間中、ソーリーに高性能汚染母鏡とバツサーモグラフが取り付けられた。艦長がアンソニー・イエイチドロップ少佐に変わった。ソーリーは1943年4月16日に新珠湾に戻った。5月7日、ソーリーは6回目の紹介で東、シナ海に向かった。 ソーリーは、この紹介を通じて、高性能汚染防鏡とバチサーモグラフのテストも行うことになっていた。5月11日にミッドウェイ島に寄港し、補給を行った。5月19日、ソーリーは台風に遭遇し、5月20日には最悪の一歩手前の状態になったが、その翌日に悪天候は止んだ。5月25日、ソーリーは、 奄美大島近海の紹介海,海域に到着。翌5月26日9時頃、ソ理リーは、この紹介で、最初の敵艦船を発見したが、追いつけないぐらい遠方にいたので攻撃しなかった。1時間後、ソ理リーは、北緯28度50分、東計129度32分、北緯28.833度、東計129.533度、 28.83329.533の地点で、那覇に向かう鹿第11戦団を発見。10時30分、ソーリーは、火脚船、火吉丸に対して、魚雷を3本発射。魚雷は44秒後と1分後に、火吉丸に命中し、その9秒後に命中した3本目の魚雷によって、火吉丸は左に大きく傾いて8分後に、沈没した。 9発もの爆雷が投下されたものの、ソーリーに被害はなかった。5月28日午後、ソーリーは北緯27度40分統計125度55分、北緯27.667度統計125.917度、27.667125.917の地点でマストを発見し、16時43分に先行。17時24分、 ソーリーは、護衛なしで、空船状態で航行中の、海軍徴用タンカー赤月丸に対して、魚雷を4本発射。3本外れたものの、1本が命中。赤月丸は速度を減じた上で爆雷を2発、投下した。ソーリーは2度目の雷撃で魚雷を6本発射し、4本を命中させて、赤月丸を撃沈した。5月29日午後、 ソーリーは浮上を紹介中に、21キロ先に、タバコのような煙を発見。19時13分、ソーリーは先行し、上海に向かっていた助第25戦団を追跡。20時58分に浮上して攻撃し、北緯31度20分統計122度30分、北緯31.333度統計122.500度。 31.33322.500の地点で陸軍先行検査丸を撃沈にし輸送船箱崎丸を撃破した。翌5月30日、ソーリーはミッドウェイ島に進路を向けた。6月7日、これまで不調だったソーリーの第4エンジンが復旧。6月8日、ソーリーは38日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。その後、 修理と改装を行うため、新珠湾に開港され、6月13日に到着した。7月13日、ソーリーは7回目の紹介で、日本近海に向かった。7月21日、第4エンジンの調子が、再びおかしくなったが、紹介は続けられた。エンジン部長と、天候不良に紹介海域への到着は遅れたが、 洋島と沖縄島の中間点に来た7月30日の夜22時25分頃、ソ理リーはこの紹介で最初の接触を得た。目標は2隻の大型艦、それに駆逐艦だと判断され、ソ理リーは7月31日3時3分に先行。3時25分、ソ理リーは攻撃体制に入ったが、関与を保てず、その復旧を行っている間に、 目標は通過していった。3時38分、超音で180度の方向に敵がいることが、わかった。しかし、潜望鏡で観測しても、駆逐艦の存在は不明だった。ドロップ艦長は新深,深度潜航を加齢したが、間もなく2つの衝撃がソーリーを揺るがせた。その後も5発の爆雷攻撃を受け、ソーリーは、水深60メートルで東に向かって逃げた。 20時20分に浮上して調査すると、潜望鏡支柱が右玄側にひどくねじ曲げられ、潜望鏡もレーダーも使用不能となっており、ソーリーは闇夜に放り出された感じとなった。紹介は打ち切られ、仮修理の後8月1日4時3分に、紹介海域を離れた。この紹介では、駆逐艦に打撃を与えたと評価された。ソーリーは8月8日に、 ミッドウェイ島に寄港。8月12日、ソーリーは30日間の行動を終えて、真珠湾に寄港。修理と改装が行われ、司令塔と戦防教師中、レーダーが新調された。また、第4エンジンも乾燥された。これらの作業は10月4日までには終わった。10月4日、ソーリーは8回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。しかし、 この紹介ではいくつかの目標を発見したものの攻撃までには至らなかった。11月26日、ソーリーは53日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。12月21日、ソーリーは9回目の紹介で東、シナ海に向かった。しかし、この紹介は悪天候に悩まされた。紹介期間の最後でソーリーは大波に襲われた。 大波はソーリーを40度も傾け、ハッチからは海水が流れ込んだ。電気系統は水をかぶってダメになり、小さな火災も発生した。補助の電動機は30分程度で復旧したものの、主要部分の修理完了は丸1日用しジャイロコンパスの修理はそれよりももっと長くかかった。ソーリーはミッドウェイ島を経由し、 1944年2月21日に62日間の行動を終えて真珠湾に帰港。再度のオーバーホールのためメアイランド海軍造船所に開港された。ソーリーは作業後、6月16日に真珠湾に戻ってきた。6月29日、ソーリーは10回目の紹介でフィリピン方面に向かった。7月3日にミッドウェイ島に帰港して、 補給の後出港したが、7月5日にシリンダー部分に亀裂が入っているのが発見され、その修理のためミッドウェイ島に引き返した。7月6日に出港したものの、7月11日になって、別のシリンダーに亀裂が入っているのが発見された。それでも紹介は続けられ、7月18日までには、サンベルナルジの海峡近海の紹介海域に到着した。 8月4日、ソーリーは獲物を求めて、紹介海域を北に変えた。8月6日、ソーリーは、護衛なしで航行する、貨物船を発見。しかし、航空機接近の気配が感じられたため、攻撃しなかった。ソーリーは、ほどなく、紹介海域を後にした。8月23日、ソーリーは54日間の行動を終えて、マジュロに帰島。艦長が、 リチャード・ A ワーグ少佐に変わった。9月20日、ソーリーは11回目の紹介で日本近海に向かった。11月4日までは南西諸島近海で救助配備任務につき、10月18日に第8戦闘飛行隊所属のパイロット1名を救助したが、敵艦撃沈の機会はなかった。11月5日に、 サイパン島に寄港した後、第101潜水軍指揮官、トーマス・ビー・クラークリング大佐の指揮官、他の潜水艦と共にウルフパック・バーツ・ブルームズを編成して、11月10日から日本の南方洋上に配置されている特設艦指定軍を蹴散らす作戦に従事した。ソ理リーは第2位軍に属し、小笠原諸島近海で任務に就いたが、天候不良に悩まされた。 11月15日有国には、北緯29度54分統計139度39分、北緯29.900度統計139.650度、29.900139.650の地点で、特設艦指定高城丸に対して、魚雷を4本発射するが、命中しなかった。11月18日未明には、 北緯31度14分、統計141度50分、北緯31.233度、統計141.833度、31.233 14、141.833の地点で、特設艦指定を支援中の特設砲還神三丸に、対して、二度にわたり、来撃を行った。11月29日、総理は65日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 これが、ソーリーの最後の紹介となった。戦争の残りの期間、ソーリーは、ハワイ海域で標的及び、訓練官としての任務に従事した。1945年8月19日に、カリフォルニア州サンフランシスコへ向けて、出港、不活性化の準備に入る。ソーリーは1946年6月22日に、退役し、7月19日に除籍された。 ソーリーは1947年5月にカリフォルニア州オークランドのラーナー社にスクラップとして売却1947年10月に廃棄された。ソーリーは第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。アメリカ側記録ではこの時証拠丸5385を撃沈したとしているが、 スケダイ25戦団の中にそういう船舶はいない。シルバーサイズ、タンバー、トリガー、バーフィッシュ、USS バーフィッシュ。SS-312、スターレット、ロンクイル高城丸は、翌11月16日にタンバーの攻撃を受けて、沈没した。ありがとうございます。